今回紹介するのは、日本一幸せな大富豪。武田和平さんが命を懸けて教えた、魂に火をつける5つの物語。という本です。卵ぼうろ、麦ふわーなどのお菓子で知られる武田製菓、現武田本社の会長にして、資産100億円の大富豪。 日本一の大投資家として知られた武田和平さんその一番弟子である著者が師匠から教わった人生に花を咲かせる奥義を真心を込めて世に送ります著者は仕事もプライベートも行き詰まっていた人生のどん底の時期に和平さんと出会います和平さんの人間としての大きさ温かさ優しさそして 特の大切さを世に広めたいというその志に見せられた著者は、弟子入りし、人間やお金、豊かさなどの人生の極意を学んでいきます。そして、その教えを実践して、どん底人生を好転させ花を咲かせていきます。たくさんの人に慕われた和平さんは、2016年7月、 このりました和平さんの教えによって人生に花を咲かせた著者はこの和平さんの奥義をもっと広く深く世の中の人に知ってもらいたい今どん底にある人たちに人生を変える原動力として役立ててもらいたいとこの本の執筆を思い立ちます自らの体験を記すだけでなく弟子仲間を訪ね 師匠の教えがおののの人生をどう開花させていったのかその奇跡をたどります同じく和平さんの弟子仲間だった本田健さん本田光一さんも絶賛推薦の一冊です「真心で生きる」「武田和平さんは卵ボールで有名な武田製菓の創業者で日本一の大株主104の上場企業の大株主であられたそうです 著者の山本実さんは、独立したものの、うまくいかずにいた時に武田和平さんに出会って、人生がより豊かなものに変えていかれました。和平さんの一番弟子です。この本では、著者を含め和平さんと関わりのあった5名へのインタビューを通して和平さんのお人柄を知ることができます。 和平さんが大切にされていた「真心で生きる」ということが具体的なエピソードとともに紹介されています。印象的だったのが「真心で生きるイコール」魂に火をつけて生きるとということです。自分の役割を知り自分ができることに精一杯エネルギーを注ぐこと与えられた環境に感謝しながら。 さらに自分も周りも幸せになることを考え続けることだと私は捉えました。晩年、和平さんは5年で5倍の所得と納税をアップしよう。と呼びかけ、友のり志士の会を立ち上げられました。お金を循環させていくこと、納税すること、誰かのためにお金を使うことが得を積むことになることなど、とても共感します。この本を読めば、 しっかり稼ぐぞという気持ちになる人が増えるんじゃないかなまごころで生きるために紹介されていた次の3つの方法も参考になりました1自然に親しみ自然の命に接すること2美しいことを思い美しいものに接すること3美しい言葉を書くこと情熱の塊でありながら 優しさとお茶目さを兼ね添えた和平さんの人柄が伝わる本です。和平さんの側で学び続けた著者の愛情が詰まっています。以上、興味のある方は実際の商品を a m をアマゾンなどでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。